と今からゼリー食べようと思って、ゼリー食べます。山があったのゼリー、山形育ちの美味しいゼリー、ゼリー食べる。ゼリー、ゼリーめっちゃ入ってる。さくらんぼ食べよう。これさ、負けてる？ん？食べそう？泣いた。おいしそう。ゼリー食べよう。おいしい、これめっちゃおいしい。これそれ朝ごはんね、さっきね朝ごはん食べてきたんだけど、ゼリーあるの忘れてて食べなきゃと思って食べてるで、うん、そう思って食べてる。食べたんだけどね、朝ごはん食べてる。デザートってことで、とね、桃おいしい。普通の桃好きじゃないんだけど、普通のあるじゃん、白い方。この黄色い方の桃は好き、好きっていうか美味しい。普通に普通の白い方の桃はあんま好きじゃない。もう2個入ってる、もう1個ある。これめっちゃ美味しいよ、このゼリー。山形のやつって、あ、沈んじゃった。もう取ろうとしたら取れん。なんて名前のやつ、ほんとにこれやつ、落ちた。これでもさ、こういうフルーツゼリーのさ、この透明のゼリーのとこだけが好きなんだけど、わかる？みかんゼリーとかさ買ってもさ、みかんの部分も美味しいけどさ、みかんが入ってるとこも、何も入ってないゼリーの部分のとこだけ好きなんだけどわかるかな。この部分だけ好き、めっちゃ。この何も入ってない部分ゼリーだけの分、ここの部分好きだから、フルーツちょっとだけでも全然いい。この
透明のさゼリーだけの部分がたくさんでも全然いい。どっちだどっちだろう。なしかなこれ。ラフランス。うん、こっちだ。これ。ラフランス。でかい。切ろう。OK。めっちゃ入ってるのフルーツこれ。あと、果物と、ここにあるリンゴ。めっちゃ美味しい。これ多分リンゴ多分。あ、リンゴだ。リンゴ大好き、美味しい。グラムというか、スクランボ、わかる？ここの部分までついてる。スクランボ。うん。おいしい。めっちゃ美味しい。さくらんぼ久しぶりに食べた。リンゴまだ入ってた。リンゴ。リンゴ大好きなんだよね。美味しい。うん。美味しい。うん、迷っちゃった。パスタ食べてたジェリーと同じだ。同じかも。あのこれあれですよ、舞台の時に、マジムリの舞台の時に差し入れであったやつ、もらったやつです。あ、食べようとした。それを食べてなくってね、これ食べた。めっちゃ美味しい。何本目しようかな今日。時間があるから50分になったらランキングで終わっちゃいます。
10時50分10時、うん、50分冷やしてた、うん、ずっと冷蔵庫に入れてた、これ冷やしてあった。今日あったか、今日あったかい？今日寒いかと思ってた。今日あったかいのか。昨日寒くなかった？今日めっちゃ寒かった。なんか急に、なんか昨日とか一昨日、急に寒くなった。夜は寒か、ね、寒かったよね。昨日寒かった。ずっとレッスン場にはいたんだけどさ、帰り外出てみたら、外出るからさ、帰るときその時にちょっと寒かった。昨日より暖かいけど今日も寒いだよね。今日も寒いよね。今日も寒いなんてちょっと思ってた。この間まで暖かかったのに。お昼ご飯何食べる？お昼ご飯何食べる？わかんない。何食べるかな。てかそれまでにお腹が空くかどうか。朝ご飯とかさっきこのゼリーもだけど、すごい微妙な時間に食べちゃった。朝ご飯10時前ぐらい食べてね、9時40分とかに食べて、でさっきゼリー食べたでしょ。微妙な時間に食べちゃったな。お腹が空いたら食べるかな。今日エンサの神様あるの？お笑いのやつでしょ、あの番組テレビあるの？知らなかった。ちっちゃい頃大好きでね、ずっと見た。あれ桜見た、見たよ。うん、なんか見たっていうか、なんか通り過ぎ、見たか、通り過ぎただけなんだけど、桜が咲いてて、そう見た。桜歩いて通り過ぎただけだけど。ではない。あ、写真は撮ったけど、桜の写真だけ、桜だけ撮った。自分入れてとかは撮ってない。桜の写真だけ撮った。時計持ってくるかな。時間わかんないから、ちょっと待って。時計持ってくるね。あとこれを捨ててくる。ついでに筒を持ってきますね。時計
酒持ってきた。オッケー。69日目、明日で70日じゃん明日で70、うん、あと7分ぐらい、7分、50分になったらランキングサンリオキャラクター大賞始まる。そう、え、始まんの。コギミョンが出る。ちょっと毎日投票する。まだ始まってないよね。もうちょっと、もうちょっとだよね、始まるの。まだ始まってない。なんだっけ、10位以内に入ったら何かしたいみたいなこと書いてたよね、ツイッターに。コギミョン1日1票投票、そう、1日1票できる、普通に無料で。なんかあとはサンリオショップとかで買い物したらもらえたりとかするとか、確かそんな感じだったです。なんかでもなんかいろんなとこから投票できてね。そう、ウェブはから投票できるのに1日1票だったです。なんだっけな、10位内に入ったら何かしたいみたいに書いてた。なんだっけ、あ、カフェだ、カフェ、コギミョンカフェみたいな。なんかそうしたいって書いてて、え、絶対可愛いじゃんできたら行くしかないじゃん、コギミョンカフェ。だからちょっと10位内に入るように毎日投票しようと思って。前回ないんだったっけな、忘れちゃったけど、でも前回は目標が15位で15位以内に入ってたの。15位より良かった、ランキング、ランキング、順位。ちょっとから小木めちょっと投票する、毎日。前にポンポンプリンに投票した。え、でもじゃあ今回はじゃあコギミョンに投票してください10位内に入ったら、あれ、そ、なんだっけな、毎年一番くじがあって、その投票、キャラクター大賞があった後に一番くじが発売されてね、何位内だったっけな、10位以内かなに 入ったキャラクターはその一番くじ出るんですよ。前回買ったんだけど、その一番くじ濃い面出なかった出なかったそうだからちょっと今回も投票しようと思って、濃い面に。
小木苗に抜かせ、え、小木苗も出るの？両方出るってこと？小木苗と小木苗。え、小木苗だけかと思ってた。それとも出るの？二人？どっちも出るのかな？ずっと小木苗だけかと思ってた。でもポチャックとかも好きなんだけどさ、でもポチャックは多分絶対入るじゃん、5位以内には絶対。だから今回は小木苗だけに投票する。ポチャックは人気だからさ、絶対入るから。あのコラボ部分はさ、あのあるキティちゃんとさ横綱のコラボ、あの前何年前だっけな、イベントをやらせてもらって、マグロの大分のやつでね、氷食さんのそれのコラボ部門と普通のやつがあって、コラボ部門の方でね、それがキティちゃんと横綱のやつがあるから、そっちも投票しようと思って。両方できるの、両方できる。だから横綱毎日投票する、両方。エントリーキャラ見てみたいけど、小木苗はやっぱいないんだ。いないか。じゃあもう小木苗に全部投票しよう。あ、もう50分今。今何分？50分かな。もうなっちゃった？気づいたら。もう50分か。あ、49分？あれ？ずれてる？あれ？あれ？ほら。ずれてる。ずれてるじゃんこれ。わかんないや。ずれてるじゃん。これ私が持ってきたやつじゃないですよ。ここにあったやつです。この辺に置いてあったやつだから。ずれてる。時差あるの？あ、でも配信はちょっと時差あるかも。配信こっちがしゃべ、こっちがしゃべってるのと、どっちで映し出されるの？ちょっと時差あると思う。さっき49分の時にもう50分になってたから、1分半ぐらい進んでるのかな。でももう50分、今50分になった。50分って書いてある。じゃあランキングもかな、そろそろ。13位から読んでいきます。13位、ユーアットマークズッキーナエイトモ、03組さん、ありがとうございます。12位、ムムさん、ありがとうございます。11位、
まぼろしさんありがとうございます。10位ショートさんありがとうございます。9位ゆうじさんありがとうございます。8位おんともさんありがとうございます。7位バトニーさんありがとうございます。6位ラックラックさんありがとうございます。5位としのりさんありがとうございます。4位伊勢丸っていうのかっこエビ漁師さんありがとうございます。3位にゃこあとまく明日から京川しーさんありがとうございます。2位よしひらさんありがとうございます。そして1位が、元気さんありがとうございます。ありがとうありがとう。じゃあ終わろうかな今日そろそろ終わりたいと思います。じゃあ終わろう。じゃあありがとうございました。バイバイ。バイバイ。